ています。歴史に模試はありません。あの時少しでももう一度全国の原発の状況を確認し、全電源喪失がないようにしたならばこの事故はなかった。今また無条件に仙台、伊方と動かそうとしている。見ろ、熊本で地震があった。見ろ、あの大間のすぐそばの函館で地震があったじゃないか。災害は止められない。それを人災にしないのが政府の仕事じゃないのか。再稼働止めよう。再稼働止めよう。みんなで止めよう。みんなで止めよう。この夏止めよう。この夏止めよう。再稼働止めよう。再稼働止めよう。政治を変えよう。政治を変えよう。みんなで変えよう。みんなで変えよう。野党は勝利だ。野党が勝利だ。野党が勝利だ。野党が勝利だ。野党は頑張れ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 。私は田舎が福島なもんですから、それも阿武隈の山の中のあのふるさとがあんなに汚されたので本当に立ち上がれぐらいショックでした。都会に出てきてなんかのうのうと暮らしてたなってすごい反省をして、ここにあの通い出して、この半減電があるのでうつ病にもならずにいつも元気であの毎週来れる。それで先ほどバイオリンを弾いた渡辺玲子さんは30年来のお付き合いですけれども、その田舎に行って森の中で音楽会を20年近くやってくださいました。過疎の学校を訪問したり、近所のおばあさんに聞いてもらったり、田舎で生のバイオリン聴くなんて本当に革命みたいなもんでした。それももうできなくなってしまった。あの今いろいろ話があったけど、日本の政治って嘘とごまかしで、本当に良心的な政治家がいないのかしら。いつも私も投票した人は負けてばっかりいて本当にがっかりしていました。でもあの原発からみんなこれではいけないと思ったのだと思います。そして今野党は共闘っていうことで、その嘘とごまかしで行く先は希望も何もないっていうことが分かったと思います。今日は市川の駅で女性だけであのこれを出しながらあのみんなで宣伝やったんですけれど、やっぱりまだ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 わさわさしていません。本当にもうすぐ選挙です。この選挙で私たちが勝たなければ本当に戦争が始まります。原発はすぐ再稼働が始まりそうです。みんな本気になって頑張りましょう。私75からここに来て今79になりました。もっと体を動かして80になっても来れるようにします。